2つお尋ねいたします。1問目ですけれども、本日の決定会合の中身について総裁よりご説明をお願いしたいのと、合わせて現下の経済情勢についてのご説明もお願いいたします。本日の決定会合では、長短金利操作、いわゆるイールドカーブコントロールの下での金融市場調節方針について、現状維持とすることを賛成多数で決定しました。すなわち、短期金利について、日本銀行当座預金のうち、政策金利残高にマイナス0.1%のマイナス金利を適用するとともに、長期金利については、10年もの国債金利が0%程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買い入れを行います。また、長期国債以外の資産の買い入れ方針に関しても、現状維持とすることを全員一致で決定しました。ETF および J リートは当面、年間約12兆円、年間約180億円に相当する保有残高の増加ペースを上限に、積極的な買い入れを行います。CP 等社債等については、2021年3月末までの間、合わせて約20兆円の残高を上限として買い入れを行います。次に、経済物価動向についてご説明いたします。我が国の景気の現状については、内外における新型コロナウイルス感染症の影響により、極めて厳しい状態にあると判断しました。やや詳しく申し上げますと、海外経済は感染症の世界的な大流行の影響により大きく落ち込んだ状態にあります。そうした下で、輸出や鉱工業生産は大幅に減少しています。企業収益や業況感は悪化しており、設備投資は増税の鈍化が明確になっています。感染症の影響が続く中で、雇用、所得環境には弱めの動きが見られており、個人消費は飲食、宿泊等のサービスを中心に大幅に減少しています。住宅投資は緩やかに減少しています。この間、公共投資は緩やかに増加しています。金融環境については、全体として緩和した状態にありますが、企業の資金繰りが悪化するなど、企業金融面で緩和度合いが低下しています。先行きの我が国経済は、経済活動が徐々に再開していくと見られますが、当面、内外における新型コロナウイルス感染症の影響から厳しい状態が続くと考えられます。その後、感染症の影響が収束していけば、ペントアップ需要の顕在化や挽回生産が予想されることに加え、緩和的な金融環境や政府の経済対策にも支えられて、我が国経済は改善していくものと見られます。物価面では、生鮮食品を除く消費者物価の前年比は、原油価格の下落の影響などにより0%程度となっています。予想物価上昇率は弱めの指標が見られています。先行きについては、消費者物価の前年比は当面、感染症や原油価格下落などの影響を受けてマイナスで推移すると見られます。その後は、景気が改善していく下でプラスに転じた後、徐々に上昇率を高めていくと考えられます。リスク要因としては、新型コロナウイルス感染症の奇数や、それが内外経済に与える影響の大きさといった点について、極めて不確実性が大きいと考えています。さらに、感染症の影響が収束するまで、企業や家計の中長期的な成長期待が大きく低下せず、また、金融システムの安定性が維持される下で、金融仲介機能が円滑に発揮されるかについても注意が必要です。日本銀行は2%の物価安定の目標の実現を目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで、長短金利操作付き量的質的緩和を、質的金融緩和を継続します。マネタリーベースについては、生鮮食品を除く消費者物価指数の前年比上昇率の実績値が安定的に2%を超えるまで拡大方針を継続します。また、引き続き、新型コロナ
海洋資金繰り支援特別プログラムや国債買い入れやドルオペなどによる円価及び外貨の上限を設けない潤沢な供給、ETF 及び J リートの積極的な買い入れにより、企業などの資金繰り支援と金融市場の安定維持に努めてまいります。その上で当面、新型コロナウイルス感染症の影響を注視し、必要があれば躊躇なく追加的な金融緩和措置を講じます。政策金利については、現在の長短金利の水準またはそれを下回る水準で推移することを想定しています。以上です。ありがとうございます。じゃあ2問目です。今回日銀のが行っている企業の資金繰りを支援します特別プログラムの総枠が75兆円から110兆円に拡大されましたけれども、日銀のコロナ対策としては、これでとりあえずは十分なのかどうか、総裁のご評価、あるいはそのさらなる改善点があるのかどうか、その辺のお考えをお聞かせください。今回の第二次補正予算で、無利子無担保融資が拡充されたということでありますので、当方が5月22日に決定した新たな資金供給手段における適格融資の要件を満たしておりまして、当然資金供給の対象となります。でこの結果、新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラムの総枠がですね、この第二次補正で、無利子無担保の融資が前28兆円ほど拡充されるとか、さらには特別オペのオペ先が従来に比べて倍増したといったようなことを思ってですね、現時点で、従来の75兆円というものから110兆円まで拡大されております。で企業の資金繰りには依然として強いストレスがかかっておりますけれども、政府によるいろいろな措置や日本銀行の特別プログラム、さらには民間金融機関の取り組みによってですね、銀行借り入れや CP 社債発行といった外部資金の調達環境は緩和的な状態が維持されているというふうに理解しておりまして、日本銀行としては今後ともですね、企業等の資金繰りを支援していくために現在のプログラムをしっかり維持していくことが大切だというふうに考えておりますが、新型コロナウイルスの感染症の影響がどのように続くのかということにも依存しますので、先ほど申し上げたように必要があればですね、躊躇なく追加的な金融緩和措置を講ずる用意がありますので、今申し上げたこういった新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラムについてもですね、必要に応じて拡充拡大を検討していくということになると思います。ありがとうございます。幹事社からは以上です。各社お願いします。日本経済新聞の斉藤と申します。よろしくお願いいたします。2点ございます。1つ目はですね、今ほどの質問にも関わるかもしれませんが、その景気がですね、今回極めて厳しいという表現をされているんですけれども、一方で政策は現状維持という形になったかと思います。この意味についてですね、3月からですね、いろいろと政策を打ってきたので、これで一旦尽くすべき手は尽くしたというか、打つべき手は打ったということなのか、あるいは先々のリスクを見据えて今回手を一旦温存したのかどうかというところ、この政策の今回の現状維持の意味合いについてですね、詳しく伺いたいということが一つ目です。もう一つがですね、その景気の先行きの見通しなんですけれども、その景気が年後半に持ち直すか否かとか、持ち直すペースがV 字型か L 字型かなど、いろいろと今議論が活発かと思いますが、総裁のですね、内外経済の先行きのパスについてですね、どのように見ていらっしゃるか、この点についても教えてください。はい、両者は関係していると思いますけれども、我が国の経済あるいは世界経済等々についてですね、
4月の展望レポートでは、やや長い目で見た経済の見通しについてですね、感染症の経済の影響が世界的に見て本年後半にかけて和らいでいくということを前提とした上で、内外で感染症の影響が和らいでいけば我が国経済も改善していくという見通しを述べました。今回の会合でもですね、引き続きやや長い目で見て感染症の影響が収束していけば緩和的な金融環境や政府の経済対策にも支えられて我が国経済は改善していくとの認識で委員方の意見は一致しておりました。このように先行きの基本的な見方につきましてはですね、4月時点から大きく変わっておりません。ただその上でですね、こうした経済の見通しは感染症の帰巣あるいはそれが内外経済に与える影響の大きさによって変わりうるためにですね、不透明感が強いということもあります。いずれにいたしましてもですね、経済の先行きの見通しにつきましてはですね、展望レポートを公表する次回7月の会合でですね、その時点までのさまざまな情報をしっかりと点検した上で先行きの経済物価の見通しを定数でお示しすることにしたいというふうに思っております。そういった経済の先行きの見通し等も踏まえましてですね、現在行っている、5つの点ですね、企業等の資金繰りの支援、この総額もですね、政府の二次補正を踏まえますとですね、75兆円という総額から110兆円という、かなり巨大なものになると。それから国債買入れドルオペにつきましてはですね、上限を設けることなくですね、潤沢に流動性供給するということをしていますし、ETF 等の買い入れも年間約12兆円ということで積極的に買い入れるということでありますので、こういったことを引き続きやっていくということで合意したわけであります。ただ先ほど申し上げたとおり、不透明感が強いということはありますのでですね、今後ともですね、状況に応じて必要があればですね、躊躇なく追加的な緩和措置を講ずるということでも委員方の意見が一致したというところであります。読売新聞の戸田です。2点お願いします。1点目なんですけれども、日銀は3月の新型コロナウイルス感染拡大して以降、次々とこう手を打ってきたわけですけれども、改めましてそのどのようなその日銀対策が効果を上げてきたというふうに考えていらっしゃいますかということを改めて伺います。でもう1点目がですね、今後総裁も先ほど必要があれば躊躇なく必要な緩和措置を講じるとおっしゃいましたけれども、今後何かその必要な措置を講じるときは、今やっているその資金支援、特別プログラム、国債買い入れ、ドルオペ供給、ETF 買い入れ、これを拡大していくというイメージなんでしょうか。この意見お願いします。はい、ご指摘の通りですね、3月4月5月とですね、企業等の資金繰りの支援ということを拡充拡大してまいりました。現状企業等の資金繰りにつきましてはですね、新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少などを背景にですね、資金繰りが悪化していて依然として強いストレスがかかっているというふうには認識しております。でもっともですね、日本銀行や政府が企業などの資金調達の円滑確保のために講じているさまざまな措置や、そうした下で民間金融機関による取り組みもありましてですね、銀行借り入れや CP 社債発行といった外部資金の調達環境は緩和的な状態が維持されておりまして、金融機関の貸し出し態度は緩和的でありますし、 CP や社債の発行環境も一時的に拡大していた発行スプレッドが足元にかけて縮小するなど良好な状況にあります。こうした下で
銀行貸出残高は前年比で 5% 程度、これはまあ30年ぶりぐらいの高い伸びになっておりますし、CP 社債残高も前年比 10% を超える高い伸びとなっております。したがいまして、日本銀行としては引き続きですね、3月以降導入し、拡充してきた特別プログラムをしっかりと実施していくことが必要であり、企業の資金繰り支援に努めていく考えでございます。で、今後の、まあ、先ほど来申し上げておりますように、必要に応じてですね、躊躇なく追加的な緩和措置を講じるという考えでありますけれども、先ほど来申し上げているこの新型コロナ対応の資金繰り支援の特別プログラム、国際会議あるいはドル建てなどによる円買い外貨の上限を設けない潤沢な供給、ETF および J リートの積極的な買い入れと、この3つの柱からなっているわけですけれども、こういう点についてですね、先ほど来申し上げているように必要があれば躊躇なく追加的な緩和措置を講ずるということになると思いますが、その際具体的な手段としてはですね、こういった特別プログラムの拡充であるとか、イールドカーブコントロールの枠組みにおける長短金利のさらなる引き下げであるとか、ETF などの買い入れの増額なども考えられると思います。まあ加えてですね、新感染症のこの、経済金融面の影響には大きな不確実性があるということも考えますとですね、まあ、新しい方策が必要となる可能性もありまして、その時の状況に応じて柔軟に考えていくという方針であります。すみません、共同通信においています。海外の中銀に目を向けますと、ECB が今月、資産改良額を拡大してですね、期間を2021年6月まで、延長することを決めました。また FRB もですね、22年末まで、事実上のゼロ金利政策の維持が妥当であると、いう判断を示しました。両者とも、コロナ対応にですね、長期戦で臨む考えを示したと言えると思います。総裁はですね、現在の日銀の、まあ、異例の危機対応がですね、長期化する可能性がどの程度あるのか、このあたりを教えてください。先ほど来申し上げている通りですね、日本経済のこの先行きにつきましてはですね、新型コロナウイルスの影響がですね、世界的に見てですね、本年後半にかけて、まあ、和らいでいくという、まあ、メインシナリオ、そういうことを踏まえますとですね、我が国経済もですね、こういった感染症の影響が収束していく中でですね、緩和的な金融環境あるいは政府の経済対策にも支えられてですね、経済改善していくということで、まあ、認識は一致しているわけですけれども、一方でですね、確かにですね、この感染症の帰巣、それが内外経済に与える影響の大きさも非常に不透明だと、まあ、例えばその治療薬とかですね、ワクチンのですね、開発普及というのもですね、いつごろどのようになるかってまだはっきりしてませんしですね、そういったことも踏まえますと、まあ、不透明感が強いということは事実ですので、あるいはですね、感染症の影響は長引くとかですね、まあ、一部の国で懸念されているようなその第2波っていうようなこととかですね、まあ、そういったことも可能性ゼロとは言えませんのでですね、先ほど申し上げたメインシナリオに沿って、対策を講じていくことにはなると思いますが、依然としていろいろな不透明感があって、そういったその感染症の影響が長引くという恐れもありますので、その際にはですね、当然のことながら対応策は引き続き、まあ、長引くというか長く続ける必要もありましょうしですね、さらに対策を拡充するという必要も出てくるかもしれません。
もう一点だけすみません、物価についてなんですが、総裁4月の会見でですね、物価のモメンタムは一旦損なわれた状態にあるということをおっしゃいました。で4月の、会合の主な意見でもですね、デフレを避けるために現行政策の有効性の評価を踏まえた検討を行っていくべきであるという声があったと思います。現状危機対応を優先している局面だと思いますがですね、 2% の物価安定目標に向けてですね、金融政策のレビューなど政策枠組みの点検を行っていく考えがあるかどうか教えてください。当面ですね、2% の物価安定目標に向けたモメンタムが失われた状況にあることは事実なんですけれども、そういったもとでコロナ対応で全力を挙げてやっているわけですけれども、先ほど来申し上げているとおりですね、世界的に見てこの感染症の経済の影響がですね、本年後半にかけて和らいでいくという見通しに立ちますとですね、我が国経済もですね、感染症の影響が収束していけば緩和的な金融環境、あるいは政府の経済対策にも支えられてですね、改善していくということだと思います。でそうしたもとで、経済が回復改善していくという中でですね、当面ですね、物価上昇率もマイナスになるというふうに見ておりますけれども、経済のですね、改善とともにですね、プラスに転じてその後徐々に上昇率を高めていくというふうに考えております。 2% の物価安定の目標というものについては堅持していく、そしてさっき申し上げたようにコロナウイルス感染症の拡大の影響を克服して経済を持続的な成長経路に戻し、そうしたもとで物価上昇率が次第に高まっていくということを実現して 2% の物価安定の目標を追求していくということになると思います。 NHK の大久保と申します。よろしくお願いいたします。2つあります。1つはですね、金融市場の評価についてお伺いしたいと思います。今日も東京株式市場日経平均株価がですね、1051円高と、このところ実体経済極めて厳しい状況が続いている一方で、金融市場とりわけその株式市場では、緩やかな柄もですね、上昇基調が続いておりまして、実体経済とを必ずしも反映してないんじゃないかといった指摘もありますし、政策期待によって上がっているというふうな見方であるとか、あるいは緩和的な環境が、金融市場のですね、今の状態をもたらしているといったような指摘もあります。中にはちょっとその、株式市場過熱気味ではないかといったような、見方もあるんですけれども、総裁今のところ金融市場の評価どのようにされていますでしょうか。株式市場を含めて、金融市場全体ですけれども、2月の下旬以降ですね、新型コロナウイルス感染症の影響からですね、投資家のリスクセンチメントが悪化しまして、株なども大幅に下落したわけです。ただその後ですね、各国の政府や中央銀行が迅速かつ積極的な対応を取ったということなどによって、市場の緊張が緩和する中でですね、足元にかけて多くの国で株価は値を戻しているわけであります。で株価は基本的には将来の経済および企業収益の見通しを反映するものでありまして、最近の株価の動きもですね、足元企業収益が悪化していますが、市場参加者の多くが先行きですね、経済活動が再開して企業収益が改善していくということを予想しているということを反映しているのではないかと思います。もちろんですね、引き続きこの内外経済の不透明感が強いわけでありまして、このため特に株式市場では依然としてですね、ボラティティが高めの水準で推移するなど神経質な状況が続いております。したがいまして今後とも内外金融市場の動向を注視してまいりたいというふうに考えております。2つ目ですけれども、
ちょっと先ほど来、話が出ておりますが、今後 の、 政策、必要に応じて、拡充拡大していくというふうな話に関連してですけれども、総裁の、この会見でもそうですし、先日の国会でもですね、必要であれば、新しい方策も必要になるというような可能性を示唆しております。今現在行われているのは、国債を上限なく購入して潤沢な資金供給でありますとか、企業の資金繰りを支援するといったようなこと、リスクプレミアムに働きかけるといったような、この、3つの柱あるかと思うんですけれども、新しい方策というのはこの3つの柱のどれかに属するものなのか、それとも全く新しいその4つ目の柱といいますか、新しい観点での政策なのか、そのあたりの見通しについていかがでしょうか。先ほど来申し上げております通りですね、感染症の影響を注視して、必要があればですね、中央銀行としてあらゆる手段を、躊躇なく講じていくという所存でありまして、そうした際の、具体的な手段としてはですね、今行われているような特別のプログラムの拡充といったこともあるでしょうし、またイールドカーブコントロールの枠組みにおける、長短金利のですね、さらなる引き下げといったことと、いろんなことがありうると思いますし、不確実性が大きいということを踏まえますとですね、新たな方策が必要になる可能性もあるということで、柔軟に考えていきたいというふうに思っております。すいません、日勤の多田と申します。2つ質問があります。声明文でも触れられておりますけれども、金融機関の決算が出揃う中で、金融システムのですね、現状の認識をお伺いしたいのとですね、あと関連してなんですけれども、特別プログラム の、 オペの対象先も足元かなり増えてはおりますけれども、足元で結構役割が今高まっている民間金融機関 の、 活動ですとか取り組み、新型コロナ対応ですけれども、中央銀行の総裁としてどのように見られているかお伺いできればと思います。現在 の、金融機関の状況と、決算、ほぼ出揃ってきているわけですけれども、2019年度決算を見ますとですね、国内予対利益が引き続き減少したということと、それから投資信販売の不振などからですね、非資金利益も前年を下回るというようなことで、いわゆるコア業務純益が減益となっております。また、その株式関係損益も悪化したとか、あるいは引き当ての積み増しで信用コストも増加したというようなこともあって、当期純利益ベースでは大手行、地域金融機関ともにですね、減益となっております。その後もですね、感染症の拡大が内外経済に大きな影響を及ぼしておりますので、注意が必要ですけれども、現状ですね、金融機関は資本流動性の両面で、相応に強いストレス体制を備えているということで、金融システム全体として、問題が生じているということはないというふうに見ております。ただ、よくその注視していく必要がある、特にその感染症拡大の影響が想定以上に長引いた場合にはですね、金融機関経営にどういう影響が出るかは、よく注意していかなければならないというふうに思っております。それから、現状ですね、金融機関、先ほど申し上げたように、大変この企業などのですね、企業だけじゃなくて、家計も含めてですね、さまざまな資金繰りの点で、非常に積極的にですね、貸し出しを増やしていただいておりまして、これは非常に評価すべきだというふうに思っております。もちろん政府のさまざまな資金繰り支援措置であるとか、また日本銀行が行ってきている企業等の資金繰りの支援、これもさまざまな形で、しかも大きく拡充してきているわけですけれども、こういったものがバックアップしているということは事実なんですけれども、
やっぱりその中でもその地域金融機関も含めてですね、企業の資金繰り支援を非常に積極的に行っていただいているということは高く評価していいのではないかというふうに思っております。テレビ東京の大江と申します。よろしくお願いいたします。先ほども少し言及ありましたけれども、感染再拡大についてお伺いします。今アメリカや中国などを中心に世界的に感染再拡大の懸念というのは高まってきていまして、株式相場もその影響を受けて不安定になっているという状況ですけれども、この感染再拡大が起こるとですね、経済にどのような影響を与えるというふうに考えていらっしゃるでしょうか。この、再拡大、感染の再拡大の懸念、いわゆる第2波とかですね、いうことについては、感染症の専門家も、非常に懸念をしておられるわけですね。で、現状を見ますとですね、中国の北京でですね、数十名の新しい感染者が出たということで、緊急の対応策などを取っておられますけれども、非常に大きなその感染再拡大が起こっているということではないようですしですね、欧州の場合も、特に欧州大陸の国はですね、ほぼこう収束してきてですね、一部の地域で若干その感染が増えた場所もあったようですけれども、全体としてはですね、いわゆる第2波とかですね、再拡大ということにはなってないと思います。それからアメリカの場合は一部の州でですね、そういった動きがあってですね、懸念する人もいるということは事実なんですけど、世界的に見ますと今、最大のその感染拡大の問題はむしろ新興国でですね、ブラジルとかですね、インドとかインドネシアとかですね、新興国というよりむしろ移行国ですけどロシアとかですね、そういうところで感染拡大が止まってないということが一番大きな問題になっていると思います。もちろん先進国も含めて、再拡大第2波ということになればですね、第1波の時と同じようにですね、ロックダウンとかさまざまな措置を講ずることになると思いますので、そうなればなるだけまた経済に対する悪影響も出てくるということになると思いますけれども、今のところはですね、一番大きな問題はむしろ一部の途上国、新興国でですね、感染の拡大がここに止まらないということが一番大きなリスクになっているんじゃないかというふうに思って、いずれにせよですね、やはりこの治療薬、ワクチンがですね、できるってことが絶対に必要であってですね、これが開発されて、その広く利用可能にならない限りですね、いつもその再拡大のリスクっていうのが残ってしまうということはあると思いますので、多くの方々と同様にですね、ぜひこの治療薬、ワクチン、それぞれ開発も進んでますし、一部治療薬は認可もされているわけですけれども、これが広く利用可能になるということが絶対的に必要だなというふうに思っております。はい、産経新聞の大柳です。経済の先行きについて1点 お伺いします。先ほどベントアップ需要だとか、あともうその挽回生産の話ご指摘、されましたけれども、一部ではその観光業とかですね、元の状態には戻らないんじゃないかと、その時間がかかってもですね、元の経済規模には戻らないんじゃないかというご指摘も一部であるんですけれども、総裁そのあたりはどのように見られてますでしょうか。欧米でもそうですし、日本でもそうですけどもですね、最近こういろんな携帯端末のですね、
フォローすることによって、人々の動きがですね、どうなってるかっていうのをこうよく、日々のデータがあるわけですけども、そういうのを見ましてもですね、その利用手段から言うとですね、自家用車がまあどこでも相当戻ってるわけですけど、日本も含めてですね、徒歩で行くっていうのも戻ってるんですけども、大量交通機関、公共交通機関はまだ戻ってないんですね。それからその移動していることの 目的っていうか、その移動先を見るとですね、この勤務先とかですね、小売店舗とかそういうところは戻ってるんですけども、まあ、ご指摘のようなですね、観光に関係するのかもしれません。ホテルとかですね、それからレストランとか、それからまあいろんな劇場とかですね、そういうところは戻ってないんですね。ですからこれがですね、この、短期的っていうか当面の話なのかですね、ずっとその新しい事情っていうかですね、そういう中でこう変わってくるのかってまだわからないと思います。と申しますのは、さっき申し上げたように、治療薬とかワクチンがですね、開発されて、広く利用されるようになってくればですね、相当感染の懸念というのはなくなってきますので、そうすればさっき申し上げたようなですね、レストランとかホテルとか劇場とかですね、そういうところに今なかなか人が戻ってないということもですね、解決されるかもしれませんね。ただまあ今のところはまだその先っていうのはまだわからない感じで、一方で勤務とか小売店とかなんかにはみんな人が戻ってるんですけども、他方でこのサービス関係で、特にご指摘のような観光に関係するところとかですね、エンターテインメントに関するところとかなんかは戻ってないと。これがその新しいニューノーマルなのか、いやそうじゃなくて、治療薬やワクチンができればですね、完全に克服されて元に戻るのか、そのあたりはもう少し見てみないとわからないというふうに思いますね。ただやはり悲観するのもどうかと思いましてですね、そういった状況になればなったでですね、新しい生活様式というか、新しいその観光とかですね、エンターテインメント様式もあるかもしれませんので、今のところ完全には戻ってないことは事実なんですが、それがその永久に戻らないとか、ずっとマイナスのままだっていうふうに決めつける必要はないというふうに思っています。ブルームバーグニュースの藤岡です。1つ2点お伺いしたいんですが、まず1点、イールドカーブについて総裁4月の会見でもご発言されているんですけれども、いまだにそのマーケットの中でどういったスタンスなんだという見方があってですね、7月から政府の二次補正も伴って国債が増額されてきますが、その定位に全体的に安定させるというのと、イールドカーブをできるだけ寝ないようにするというの、ここをどういうふうに日銀としては両立させていくお考えなんでしょうか。この点についてはご承知のように2016年9月のですね、総括的検証で、指摘しているわけですけれども、超長期金利のですね、過度な低下というものは、保険とか年金などの運用利回りを過度に低下させてですね、マインド面などを通じて経済活動に悪影響を及ぼす可能性があるということが指摘されておりまして、日本銀行としてこうした認識に変わりはありません。他方でですね、感染症の影響で債券市場の流動性が低下している下でですね、国債増発が見込まれている状況を踏まえますとですね、債券市場の安定を維持してイールドカーブ全体をですね、定位で安定させるということが大事な状況でもあるということでありまして、このため当面国債のさらなる積極的な買い入れを行うことが適当というふうに考えております。その際には政府はどういう国債をたくさん発行されるのかにもよりますけれども、
短中期をたくさん出すという説もありますので、まあ、そういった場合には当然、そういったところの改良を増やしてですね、そういったところの金利が上がらないようにするということになると思いますし、まあ総括的検証の認識は変わってませんけれども、足元で一番重要なのは、やはりそのイールドカーブ全体をですね、定位で安定化するということだというふうに考えております。2点目なんですけれども、先ほどもちょっと出ましたが、その FED のドットプロットチャートの方で、2022年ぐらいまでは金利は上がらないという見通しが示されてですね、今そのダウンサイド下方リスクっていうのを見ている中で、その日銀がその前に利上げができるのかどうかと考えるとちょっと難しいのではないかなという見方あるんですけれども、その点総裁どういうふうにお考えになりますか。まあ正直にそうだと思いますねただまああんまりですね断定的なことは言いたくないので、というのはこの間のですね展望レポートでもですね、2021年度でもですね、まあ、消費者物価上昇率はですね、幅を持って皆さん出していただいたんでですね、まあ、確か 0% の半ばぐらいからですね、一番上でも 1% ということですのでですね、2021年度でもそういうような状況ということですので、なかなかですね、その2021年度であれ2022年度であれですね、金利を引き上げるというような状況にはなかなか遠いような気がしますね、はい、ウォールストリートジャーナルの藤川です。先ほどですね、経済の回復とともに物価も上がっていくというようなお話があったと思うんですけれども、黒田総裁かねてよりデフレマインドの払拭には時間がかかるというふうにおっしゃられてきました。で、今回のコロナショックで雇用や賃金に不安がある中で、またデフレマインドがまた強まっていくというふうには考えられないでしょうか。またポストコロナの時代では新しい生活様式というふうに言われていると思うんですが、これが物価への、影響といいますか、下押し圧力、特にどのようなところに強く作用するのでしょうか。デフレリスクについてどう考えるか、あるいはデフレマインドについてどう考えるかということですが、先ほど申し上げているとおりですね、我が国の物価は当面ですね、前年比マイナスで推移するというふうに見ておりますが、現時点でもですね、原油価格の影響を除いてみますとですね、物価は底堅く推移しておりまして、また企業のですね、価格設定行動が過度に慎重化するといった動きも広がっておりません。従いましてですね、先行き感染症の影響が収束していけばですね、抑制されていた需要が現れてくるということに加えて、各種経済対策の効果にも支えられて、国経済が改善していくと見られますので、その下でですね、物価もプラスに転じた後、徐々に上昇率を高めていくというふうに考えております。新しい生活様式の下でですね、価格についてどういう動きになるかっていうのは、これは日本だけでなくて、欧米でもいろいろ議論されてましてですね、ただ一方的に何かそのデフレというか、その物価上昇が低下するという議論はなくてですね、上がっていくという議論、上がっていかないという議論、両方あるようですので、私自身は新しい生活様式になったら、その物価が下がるということでは必ずしもないだろうということにだと思っております。ただ新しい生活様式自体がですね、まだはっきりしてませんしですね、どういった形の新しい生活様式になっていくのかということもよく見極めつつですね、物価動向についても注目していく必要があるというふうに思っております。ロイター通信の木原ですけれども、2点お願いします。
1点目は今やっぱりコロナによる企業の資金繰り支援と、うん、市場の安定化ということを主眼に政策を運営していると思うんですけれども、うんうん、こうした緊急対応的な措置を少しずつ緩めていけるのではないかと考えられるようになるためのこう基準というのはどういうふうに今見ていらっしゃるのか、まあ、少し先になるとは思うんですけれども、どういうものが満たされていけばという何か基準があれば教えていただきたいというのが1点目です。2点目なんですが、今回感染症という世界規模でものすごいショックを景気に与える、まあ、中央銀行にとってはかつてないチャレンジの中でこう政策運営するということになりましたが、こういうことが起こって、まあ、一過性のショックと捉えられるかどうかにもよるんですが、この今後の金融政策のこう波及経路ですとかチャネルおよびツールに対する議論にどういう影響を及ぼしうるのか、もしご見解ありましたらぜひお願いします。まあ、資金繰りの、まあ、困難が拡大していったというのはもちろん、感染症が拡大していく中でですね、まあ、欧米の場合はロックダウン、我が国の場合は緊急事態宣言の下で、まあ、店舗の休業要請とか個人に対する外出抑制、3密を避けるとかですね、そういった形で、どうしても消費行動が抑制されて、企業の、まあ、売上が非常に落ち込んだと、そういう中で、まあ、資金繰りが困難になっていったということで、まあ、資金繰りの支援、うん、そして、そういったことを反映して、まあ、市場が不安定化するといったことに対して、市場の安定を維持するというような対策を、まあ、講じてきたわけですので、まあ、当然のことながら経済が、まあ、感染症が収束して経済がその正常化し回復していくということになっていけば、当然資金繰りの困難は減っていくとは思うんですけども、まあ、ただ感染症がその収束したからといって直ちにですね、消費活動がフルに戻るかって言われるとですね、まあ、中国が一番先行しているわけですけども、そこでもですね、必ずしも 100% ではないわけですし、我が国の状況を見ましても、やはりその観光とか外食とかですね、そういったそのサービス業についてはなかなか戻ってきてないみたいですし、でそうしますとそういうものについてはやや資金繰りの困難が続く可能性もあるということであろうと思いますので、まあ、全体として、まあ、経済が正常化して回復していくという中でですね、必要性がだんだん薄れていくとは思いますけども、さっき申し上げたように感染症が収束しても経済の回復はもう少し緩やかで先になるかもしれないし、まあ、さらにはその新しい生活様式って形で、まあ、需要構造なんかも変わってくるかもしれないと。でそうするとその経過的にですね、また資金繰り困難というところも出てくるかもしれないということもありますので、当然必要性が薄れていけばだんだんと出口ということになると思いますけれども、まあ、私どもとしてはある程度その長期にですね、資金繰りの支援なり市場の安定化に努めていく必要があるというか、まあそうなってもそういうことを続けていくという覚悟であるということだと思いますね。2問目の質問をお願いします。中央銀行の役割。これはね、はい、
ご覧になっていては分かると思いますけども、まあ、フェンドもですね、ECB も、バンクオブイングランドも、まあ、日本銀行とある意味で同じようなですね、企業の資金繰り支援とですね、市場の安定化ということに今、注力しているわけですが、でその場合に、まあ、皆さん、それぞれの制度的な、まあ、枠組みの中でですね、形としては異なるものもあっても、実際上はですね、そのやっておられることとか、その期待する効果って同じようなものだと思うんですね。ただこれはまあ、こういったそのなんて言うんでしょうか、感染症が拡大して、それによって、まあ、需要も減るんですけども、供給も減るというその中で、まあ、企業の資金繰りであるとか、あるいは市場の安定を保つという趣旨でさまざまなことを行っているわけですが、まあ、これがその常態化するとかですね、そういうふうに考える必要もないと思います。ただ、まあ、まあ感染症は次々に過去にもですね、新型インフルエンザといいですね、 SARS とか MERS とかですね、いろんな感染症ありましたし、今後ともあり得るとは思います。だから自然災害などもですね、あり得るとは思いますけども、何かこれによってこれがその常態化するとかですね、これによってその中央銀行の政策対応とかツールが基本的に変化するというふうに考える必要はないのではないかというふうに思っています。すいません、朝日新聞の寺西です。2点お願いします。1つ目は新型コロナの対応特別オペの、まあ、効果なんですけれども、いわゆるこの、まあ、どれくらいその、まあゼロ金利で供給金融機関に日銀がしまして、で当座預金に不利をするということなんですけど、その金融機関にお金を出したその先ですね、その効果についてはこれまでですね、どういうようなご評価、まあ、国会でも答えていらっしゃるかと思うんですが、どういうような効果が実質的に見られているのか、そしてまあ今後5月に決めた無担保無利子融資の特別オペについてはこれからオファーが始まってということですけども、実際その始まったときにどういうような効果があるのか、うんうん、それについてお願いします。まあ、これはですね、私どもの、まあ、得てる感触から言うと、まあ、相当効果あると思いますし、具体的にもですね、まあ、金融機関の貸し出しが相当増えてましてですね、で、この特に大企業も中小企業も含め、これは政府の無利子無担保の融資に対するその新たな支援措置のようにですね、中小企業に特定してないわけでして、まあ、大企業であれ中小企業であれ、実は家計であれですね、そういうところに今貸し出しをした企業についてですね、まあ、担保を差し入れればですね、先ほど申し上げたようにその額に相応するだけのですね、ファイナンスを、まあ、金利ゼロでし、かつその額に相当するだけ の、 その日銀における預金、当座預金について、まあ、0.1% 不利をするということで、これはかなりその、まあ、メリットもありますしですね、でそれによって、かなり金融機関の大企業、中小企業、家計などに対する融資も増えているというふうに思います。まあ、いずれにせよ金融政策、ほとんどの金融政策はですね、すべて中央銀行が行う、まあ、マーケットのオペレーションとかその他によってですね、それに応じて、まあ、金融機関の貸し出しが増えるとかですね、そういうことを、まあ、期待して行ってますし、まあ、実際そういうことが行われた場合には金融機関の貸し出しであるとかですね、市場における資金調達が拡大しているということであります。でそれと同様に今回もですね、特に
まあ、あの金融機関が大企業であれ中小企業であれですね、家計であれですね、資金繰りの支援をしたときにより有利な形でですね、まあ、バックファイナンスを行うということですので、当然あの効果はあると思いますし、あの実際にもあの金融機関の貸し出しは、まあ、大幅に増えているということだと思います。もう一点ありまして、財政規律の話なんですけども、いわゆるその、まあ、先ほど総裁おっしゃったように相当今の危機対応というのが、まあ、長期化も覚悟されているということなんですけども、あの、まあ、財政、まあ、いろんな予算を組んで、まあ、国債も増発されて財政が悪化するという懸念があって、そのアメリカの格付け会社なんかが、まあ、アウトルックですけども、まあ、見通しを引き下げたというような発表も先週ありました。それであのそのまあ、この長期化した場合にですね、その財政の信認とかですね、通貨の信認っていうそういう、まあ、リスクシナリオとしてですね、そういうことに由来でっていうようなあのリスクというのは、あの総裁先日4月の会見で、あの、まあ、財政規律については日銀の責任というよりも国会だというお話がありましたけども、今のマーケットの金利の状況を見ていますと、いくら政府が予算を増やして財政悪化しても長期金利というのはほとんど動いていないということで言いますと、まあ日銀にもある程度そういうのを促しているというか、財政規律を歪めている責任というのはあるんじゃないかという気がするんですが、まあ、そこはですね、やっぱり財政政策というのはあの政府と国会が決めるわけでして、であたかもその政府と国会がですね、日銀のこのオペレーションで、その受動的にですね、マニピュレートされるというふうに考えるのは、政策主体に対しても失礼だと思うんですね。それはあの財政規律が緩むか緩まないかは政府や国会の人に聞いていただかないといけない話で、中央銀行がそういうことを規律を強めるとかですね、弱めるとかいうことは我々も考えてませんしですね、あの経済学者も考えてないと思いますね。だからあのこの議論はそのなんて言うんでしょうかね、経済政策の主体っていうものをどう考えるかっていうことによるんでですね、あの政策主体がその独立のものとしていろんなことを考えて決定しておられるものについてですね、あのその主体のそのなんていうんですかな、意図とかですね、何かをその客観的に外から見てその分析する話とですね、あのその主体 の, その責任と権限においてやっていることをどう評価するかということとは別の話であってですね、少なくともその中央銀行があの財政に何かそのエクストラな影響を与えていると、財政政策の決定にですね、というのはあのそういう主体に対してあの私が思うには失礼な話だと思いますけどね。だから私からそういうことを申し上げるつもりは全くありません。毎日新聞の浅川と申します。質問2点ございます。今あの質問にもありましたが、あの先日、格付け会社が日本の国債の中期見通しを1段階引き下げると発表されています。で二次補正で国債が一段と増発されて財政が悪化することが背景にあるようです。あの第2波による補償に限らず景気刺激の意味でも財政が年単位で膨らんだ状態になることが考えられると思うんですけれども、あの金利上昇圧力が比較的かかる局面というのはどのぐらいの期間に及ぶとご覧になってますか。また国債の格下げが金融政策に与える影響やリスクについてのご認識をお伺いすればとできればと思います。あの
いずれにせよですね、国債の格付けというものは格付け会社に聞いていただくと分かると思うんですけども、要するにデフォルトリスクですよね。だからデフォルトリスクがどのくらいあるかということをですね、まあ、彼らとしては客観的に見てうんぬんということなんでしょうけども、その話とですね金利の話とはまたちょっと離れててですね、もちろんデフォルトリスクが高まれば金利が上がるということもあるんですけども、デフォルトリスクが変わらなくてもですね、国債発行額が増えますとですね、金利が上がる傾向はまあ当然あるわけですね。他方でまた各国の中央銀行はそうですけども、金融緩和を行うためにまあ大量に国債を購入するということになると、これは金融政策の観点からですけども、まあ、国債金利が上昇しないと、あるいは下がるということにもなるわけですね。だからそれぞれをその分けて考えないといけないのであってですね、私自身は格付け会社の日本国債に対する格付けが客観的に正しいと全然思ってないんですけども、まあ、それはそれとしてですね、その格付けの話と別に、国債が大量に発行されれば他の金融政策が変わらなければですね、普通金利が上がっていくと。しかし金融政策自体が現在のように各国ともですね、金利を低位に安定させるということをやっている限りですね、国債が増えてもですね、金利が上がらないということにもなりうるわけですね。まあ、いろんな事情がこの組み合わさってますのでですね、先ほど申し上げたように、まあ、格付け会社の格付けについては私から何とか言うのも変なんで財務省に聞いていただくといいと思うんですけども、今の時点でその何て言うんでしょうか、日本にせよですね、米国にせよ、あるいは欧州にせよですね、格付けを云んで金利が上がっていくという状況にはないというふうに思っています。それではテレビ会議システムを通じてもう一つの会議室から質問を受けします。決意いただけましたら広報会員が指名させていただきますので、前方のマイクでご発言ください。ご質問はございますでしょうか。日経 CNBC 直井と申します。2点ございます。1点目、新たな資金供給プログラムについてなんですけれども、この対象となる融資はいわゆる制度融資、信用保証のあるものとその制度融資に準じるプロパー融資両方あると思います。その準ずるというところが、まあ、どのぐらいであれば準ずるというところが少し外部から分かりにくいところがあるんですけれども、まだ実績がどのくらいあるのか分かりませんけど、そのプロパー融資、金融機関が自らのリスクを取って行う融資の方もですね、まあ、先ほど貸し出しは非常に伸びているという話ありましたけれども、結構な伸びが出てきているという感触が終わりなんでしょうか。この新たな資金供給、中小企業等に対する資金供給の支援というものについてはですね、基本的には政府による無利子無担保信用保証協会の保証付きの融資についてですね、バックファイナンスをするものですが、ご指摘のように、まあ、民間金融機関がそういうものがなくてもそれに準ずるような条件でですね、融資をするというものについてもですね、同様に有利な条件でバックファイナンスするということにしております。まあ、具体的には政府のそういうものに準ずるというものですから、まあ、どのくらいであれば準ずるかということはですね、具体的にお示ししていくことになると思いますけれども、いずれにせよこの新しい
金融資金繰り支援の実施はまだこれからですので、私どもの得ている感触ではですね、やはりその政府のですね、無利子無担保の融資が大半を占めるとは思ってますけども、民間の金融機関の自主的なものもかなり出てくるのではないかと。ただこっちの方はなかなかその予測は難しいわけですね。まあ実際に行っていく中でですね、よく見ていきたいと思っております。もう一点すみません、3月の会合で当分の間原則の2倍のペース、うん、年間12兆ペースで、うん、ETF を購入するということを決めていらっしゃいます。この足元の株高もありましてですね、特に5月以降購入ペースは実際には落ちています。あるいは1回あたりの購入の単価って、金額も落ちている。そこだけ見ると当分の間は終わったんじゃないかみたいに見えないこともないんですけども、すでに18年夏ですね、弾力的に上下にしうるということをおっしゃっている中で、やっぱりそのあえてその12兆という上限の目処をですね、示す意味合いというのはどういうところにあるんでしょうか。12兆を上限に積極的に買うというふうに申し上げたわけでして、具体的にもですね、3月の決定会合以降ですね、かなり積極的に買ってきているわけですけども、ご指摘のようにですね、実際の買い入れ額はこの市場の状況、特にリスクプレミアムの動向に応じてですね、上下に変動しうるということであって、株式市場でもですね、一頃の緊張が緩和してきているためにですね、リスクプレミアムを縮小しているということで、ETF の買い入れ額は結果的には少なくなってますが、この新型コロナウイルス感染症の影響によって、やはり引き続きですね、内外経済の不透明性というのは高いわけですし、株式市場も依然として神経質な状況にあると。ボラティリティ指標などもですね、為替とか金利と違ってこう元に戻ってないんですね。かなり高止まりしているわけですから、こうした元ではですね、ETF 買い入れはやっぱり当面積極的に行うという姿勢を、方針をですね、維持するということが適当だというふうに思っております。朝日新聞の原です。先ほど総裁のお話で、財政と金融政策は独立した存在で分けて考えるべきだというお話がございました。しかし両者は今その分けて考えられないほど非常に密接な関係にあると。今日銀が保有する国債は国債発行残高の、ほぼ半分に迫っています。さらにその今年度はですね、90兆円の新規国債発行するわけですから、さらにこれが高まっていくことは必至なわけですけれども、これについて、この状態について総裁はその何か懸念をお感じになっていらっしゃらないのかということが一つそうですね。それとかねてその総裁は財政ファイナンスではないんだと、これはと、なぜならばその我々はその財政ファイナンスと思ってやっていないからだというご説明を兼ねてされていると思いますけれども、ではこの国債の日銀の保有する国債がですね、これからその6割7割と増えていっても、それは同じことが言えるのかと。一体そのどういう状態になったら財政ファイナンスで、やってはいけないレベルなのか、何かそのレベル感とかですね、どういう状態になったら財政ファイナンスだという総裁 のイメージというのはどういうものなんでしょうか。従来から申し上げてます通り、日本銀行も含めて、中央銀行が国債を、現時点で大量に買い入れてるわけですけども、これはあくまでもその金融政策のために、つまり、金利を定位で、安定させるために行っているわけでして、財政ファイナンスでないということは各国の中央銀行も
述べておられますし、私もその通りであるというふうに思っております。仮にその財政ファイナンスとどんなものかと言われたらですね、中央銀行がその金融政策の観点から独立の主体としてですね、金融政策のために市場から国債を買い入れるというのではなくてですね、政府が国債を発行すると自動的に引き受けなければならないとかですね、財政の事情に合わせてその国債の買い入れが行われるということになれば財政ファイナンスではないかという議論が出てくると思いますけども、あくまでも財政政策は財政政策、金融政策は金融政策として、それぞれの立場で行っておると。しかも現時点ではですね、政府がコロナ対策としてさまざまな措置を講ずる中で、国債を大量に発行するということと、日本銀行が金融の安定化、それから企業等の資金繰りを支援するという観点から行っている行為とがですね、強調して、あるいは連携して行われているということは事実なんですけれども、それは政府、あるいは日本銀行を含めた中央銀行がですね、それぞれ独立の立場で政策を決め実行しているということと何ら矛盾するものはないというふうに考えておりまして、国債について、何かその半分所有しているからうんぬんとかですね、そういうことは全く懸念をしておりません。つまりこれは保有比率が6割7割になっても、結果的にそうなったとしても問題ないということですか。そうなったとしても財政ファイナンスではないということであります。日経クイックニュースの井田と申します。よろしくお願いします。2点質問させていただきます。まず1点目ですが、債券市場についてなんですけれども、先ほど総裁イールドカーブを低位で安定させることが重要であるという発言もあったかと思いますが、4月の会見の以降もですね、その債券市場ではその超長期の金利が引き続き上昇しておりまして、その先行きの財政悪化懸念ですとか国債の増発を懸念してというところもあるかと思いますが、まずその中でその中長期の国債に比べてその超長期の国債の買い入れというのはこの間増やされていないところもあるかと思うんですが、それとその現状のこの超長期債の金利、例えば30年もの国債で 0.5% 台というような数字は、十分定位で安定する水準のうちに入っているというご認識でいいんでしょうか。またその今後金利上昇圧力がですね、債券市場全体にかかってくるかとは思うんですけれども、その時にイールドカーブコントロールで金利はある程度上下に変動しうるとされているかと思うんですが、この長期金利のこのコロナの対応の中におけるその上昇の許容できる上昇幅といいますか、変動幅というのはどのようにご覧になっているのか、お願いいたします。日本の場合もそれから米欧の場合もそうですけれども、金利の動きはさまざまなんですけれども、米欧の場合でも超長期のやつはかなり上がっているんですね。で、我が国の場合は超長期もそんなに上がってないと。それから10年もの国債は 0% 程度で、ずっと安定してますしですね、中短期が少しその国際的な動きに引きつられて上がったりはしましたけども、全体としてはですね、イールドカーブは適正な形で維持されていると思いますので、今後政府がどのような形で国債を発行されていかれるのか、それがその、イールドカーブにどのような影響を与えるのかはですね、そのイールドカーブの状況を見ながらですね、適切な改良を行ってですね、イールドカーブ全体が定位で安定するようにするということは必要だと思いますし、当然、可能であるというふうに思っております。長期金利 の許容できる変動幅 そういうところについてはどのようにお考えでしょうか。これは先ほど来申し上げてたように、いわゆる総括的検証のですね、考え方は維持しているわけですけれども、
まあ、今の時点でですね、やっぱりイールドカーブ全体を定義に安定させるということが一番重要だと思いますので、何かその長長金利についてどこまで上がっていいとかですね、上がってはいけないというようなものを特定しているわけではないと、全体としてですね、イールドカーブが定義に安定するということを狙って、この長短金利操作付き の, その量的質的金融緩和を運営していくということに尽きると思います。2つ目の質問させていただきます。CP と社債 の, あの改例についてなんですけども、じゃあそのステートメントの中でもこれに関しては21年の3月末までという方針を、まあ、今回もあの前回に引き続きあの決められているかと思うんですが、まあ、先ほどその総裁の発言でもその企業の資金繰り支援というのは比較的長期にわたって行っていく必要があるということもあったかと思いますが、この CP 社債の改例については、まあ、現状でもその21年の3月末まででその改例の枠の、まあ、7.5 兆それぞれ増やすという部分についてはあの、まあ、なくしていくことが可能だというふうにご覧になっているということなんでしょうか。またそのあの実際にそのなくす段階では、まあ、かなり大きな額がこう枠が減るということになると思うんですけれども、段階的に減らすというような方向で出口を考えていらっしゃるのか、それとも一気にこれはあのなくしてしまうというふうに考えなのか、あのそれのそれお考えをお聞かせください。まあ、これはあの当面ですね、あの来年の3月までやると、まあ、あの以前はその今年の9月までって言ってたんですけども、まあ、それを来年の3月までというふうに伸ばしたわけですけども、あの状況に応じてですね、来年の3月までというのをまた伸ばすこともできますし、あくまでもその CP 社債の市場のニーズとですね、それによってそのいわゆるそのプレミアムがですね、大きく上昇したりしないようにですね、安定させるということに尽きると思いますので、あのそこはもうあのご承知のように今のところあの CP 社債はあの非常に大幅に増加した後ですね、今もまあかなり高水準でですね発行が続いてますので、やはりあのその金利がですね今のような定義で安定していくということは必要だと思いますので、まあ、それはあの必要があればいくらでも伸ばせるし、まあ、その今後の大企業のですね資金繰りの状況いかんということになると思います。他にご質問がなければこちらからのご質問は以上とさせていただこうかと思いますが、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。こちらからの質問は以上です。はい、それでは幹事社さんお願いします。はい、まあ、時間もだいぶ経ってますけれども、この辺で総裁記者会見終了しようと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、それではあの総裁の記者会見を終了いたします。ありがとうございました。はい。